あなたたち、スラッグ、どういう…余計な口を叩かないで。いや、いい、あなたたちがこれを倒すの。戦い方は監獄で習ってるはずよ。そりゃそうだけど、こいつを倒せって。っていうか、いきなり戦えとか意味わかんないし。どっちにしろこの先に行けばこんな敵がわんさか出てくるわよ。それにあなたたち、戦わなきゃクリミナルに殴り殺しにされるわよ。そうなればよみがえりは強制終了。今度こそ本当の無限地獄に落ちることになる。なんだよそれ、嫌だぞ。サコはユコと一緒に生き返るんだからな。なら戦いなさ。君が命令するのよ、この子たちに。サコ、ユコがいないとやる気出ないし。どうやら誰か一人を選んでおとなしく戦うって誓う。分かったわよ、戦ってあげるから。もう叩かないで。よろしいよろしい。じゃあ戦闘になったら提案された行動。この様子じゃまなる。この程度のクリミナルに手間取ってるんじゃないわよ。それにしてもこの子たちすっかりサボり癖がついちゃってるわね。ちゃんとお仕置きで厳しくしつけておかないと。さて、上にいるから。まだあんのか。まったくだわ。まあビーチまでキャンプなしはちょっとは待たせるな。まあいいわ。Yeah.
ここがキャンプよ。キャンプでは買い物と休憩。何が起こるかわからないから、休憩。どう？しっかり休めたかしら？キャンプにはもう一つ。あなたの頭じゃ。いいわ。ああ、それから、キャンプの入り口は一度開いた入り口同士。それじゃあ、私はこの先の様子を見てくるから。素人のくせにこの声聞いてわからん。このクリミナルがこの会社委員会に連絡しても、しかとはいえ今のあなたたちでは戦う。キャンプに戻って誰かを処刑。二人くらいやる気になってないととても戦う。お仕置きはキャンプでできるわ。やっとかよ、押せ。選ばないで。
丈夫。それを切ろって言うのかい？てめえ、覚えてろよ。やっぱ教師なんてこんなもんかよ。うぜえ。選ばないで。ちゃんとお仕置きして。やる気の子がまだ一人しかいないじゃない。死にたいの？キャンプに戻って誰かを。サコが相手だ。ミルクでさ。
たっての。今のあなたたちなら、じゃあ、それじゃ、3。気を引き締めねえと。相変わらず委員このまま進むのは危険ね。あなたたちはここで待っ、ずいぶん聞き分けがいい。絶対に動かないで待ってるのよ。絶対だからね。よし、サコたちも子はきっとこの先、かわいいユコが危ない目に遭ってるか。あいつが帰ってくるの。ユコはサコの妹だ。そのユコをこんなとこ、おいてめえ、まさかそのユコとか言う。やっ、この子の妹とかどうでもいいけど、あのミュウとかいう女も信用できない。この先誰か呼んでる。